ボールが入ってくる。キーパー飛び出して後ろからミドルシュートは決まった。先制は大分トリニータ、岸田が先制ゴール決めています。今シーズンファーストゴール、岸田翔平。村山が飛び出していったところでした。パンチングしてこのこぼれ球、 よく抑えましたね、まあ、足に当たってるんですけれども、吹かさずにきちっと、まあ、抑えたことによって枠を捉えましたね。まあ、村山のこのパンチングも意図しないところにボールが少し